はい、デザインくんでございます。斉藤役郎を切りまして、その前には宝蔵院院主を切りまして、修羅の道新天下無双を目指す三代目デザインくんであります。さあ次はどこへ行こうか。合図行ってみますか。で、神津から江戸の道を作るかな、作れるのかな。とりあえずは会津への旅を楽しんで。会津といえば何がありましたっけ。あ、そう、鍛冶屋に行って斎藤弥九郎さんを倒した刀の傷を、刀の錆を落としてもらいましょう。カシン、はい、何か用か。本当に職人肌というか。ちょっと待ってな。カチンカチンと。さあできたぞ。ありがとうございます。これでまた次の真剣勝負に参れるわけですね。会津といえばそうですね、天然理心流でしたっけ、何でしたっけ。新選組の皆さんの元々の何だっけ、道場、松林でしたっけ、松林でしたっけ、もういつも忘れるんですよね。デザ殿よく参られた。松林先生に松林先生どっちだっけ、会わせていただけると。さすがに今日はもう帰りましょうか。さて各地を巡り、今は会津、各地の剣豪を倒さんと渡り歩いておられます。おられますと。はい、松林先生こんにちは。私がデザインくんでございます。デザ流のデザインくんです。噂はかねがね耳にしている。いいものをお持ちだ。なるほど、まずは仲良くなるところからやっぱ始めるんですかね。お前と勝負したいと言いに来てるのに。やったりゃー、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 やったりゃー。見事だ。お昼に来ると先生はいるんですね。明日のお昼に来ますか。さてお昼になりました。松林先生こんにちは。見事だ。うん、めちゃめちゃ褒めてくれますね。別次元、奥で話があるですね。はい、ありがとうございます。やはり下田では相手にならぬ。いや、まだまだ修行のみ。感服させられまった。これほどの強さを目の当たりにしたのは初めてかもしれぬ。恐れ入る。これからお主を客人として待遇し、かつ
片岡鶴太郎さんの顔の人か。なんか懐かしいね。めちゃめちゃ似てるやん。はい、松林先生との相手をしたいと。これ昼に来たら相手してもらえるかな。そして真剣で勝負してもらえるかな。松林先生、来ましたよ。お相手願う。こんにちは。よくぞ参られた。これでもなんか微妙だな。真剣の勝負にならなそうな。江戸に戻って他の道場もやっつけてきた方がいいのかな。他の道場もどうかしら。おう、やるか。危ない。うん。ということで一旦江戸に引きましょう。江戸に引くって何も起こらないので江戸に帰りましょう。あれ、下に寄せない。はい。そして斎藤薬郎道場の斎藤薬郎先生を切ってしまったため、斎藤道場にはもちろん行けないんですけどもね、他の江戸三大道場の方に顔出してみましょう。さて、じゃあ千葉道場に行ってみますか。千葉周作先生、技の千葉と言わしめた江戸三大道場の千葉道場です。デザインくん、久々のフルネーム呼び。千葉周作殿はおられるか。よくも抜け抜けと顔を出せたものだな。お主、自分が何をやったか分かっていいよ。千葉周作殿はおられるかと聞いている。恩あるし、斎藤先生を殺めた者がこの玄武館に何のようだ。なんとかいたらどうだ。返す言葉もないが、成り行き上致し方のないことだ。開きなるか。そんなつもりはないが、私は千葉周作殿との手合わせを所望し。お主に千葉先生を合わせるわけにはいかん。早々に立ち去れ。さもなくが私がお前をお主を切る。あ、戦います。あれ、わかったか。考えておく。あれ、戦いますをしたつもりだけど間違っておっしゃったかな。もう一回入りましょう。間違えました、さっきの選択肢って言って入っていきましょう。デザイン君、よもや再び来るとはな。諦めることができない。皇帝との対決になるわけですね。よもやよもやだ。正眼は次だらけだな。おもし上段は切り下ろしと
よう千葉周作を。ちょうどいい。この状況では再びここを訪ねるわけにもいかんしな。千葉周作の登場を待つとしよう。お気楽極楽。はい、宿屋に泊まって千葉道場にはもう行けなくなるのかな。さあ、千葉道場には行けないですね。旅に出てみたらひょっとしたらじゃん。終わり。千葉先生なら追っかけてきてくれると呼んで。ほら、江戸郊外。火男である。来たね。来ましたね。技の千葉。こんばんは。出るのか、江戸。木田さんかな。はい、あやつには相当な天部の剣才があった。それは多分間違いだよ千葉先生。じゃあ坂本あたりと並ぶ剣士になったであろう。この剣の型は坂本沢から受け継いでるのにそこまで言う。その反面であやつも一回の剣客としていざとなればの覚悟は抱いていたはずだ。互い望んだ試合であった以上、もはや私がその結果に何も口を挟む必要はあるまい。だがこれは我が道場の上で行われたことだ。そうですね。うん。前途ある弟子の一人を殺されたこと、おめおめ見過ごすわけにはまいらん。加えてお主の件、このまま放っておいては、いずれはさらによからぬ結果を招く気がしてならん。なれば今ここで終わらせておく。結果的に真剣勝負が叶ったということになるか。そもそもそれが望みだったのであろう。そう思われても致しかないのであろうな。そうそうだな。千葉周作、打ち取ったり。おお、持ってなかったっけ。よしよし、うん、型もいただきましたと。当たりを見て、ごめんなさい、じゃない、ありがとうございましたありがとうございましたですね。あれ、斎藤薬郎の時ばりになんか葛藤するセリフとか、これからのことを考えるセリフがありませんでしたね。なんだかちょっと寂しいものはある。それはね、でも活字にはされませんでしたね。といったところで今回は終わりかな。終わりに来てしまいましたが、では次回ですね、千葉道場、千葉周作、斎藤道場、斎藤薬郎、名だたる剣豪、江戸三大道場のうち二人の剣豪を倒したわけですね。なので次回は位の桃の井ですかね。桃の井先生強えんだよな。なんて言うんだろう、距離を維持しつつじりじりとしたやり合いになる感じでしたよね。手合わせだと覚えてます、よく覚えてます。次回もお楽しみに。